ライオアトゥルー、あなたを信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもアンバサダーのトエです。皆さんは任天堂のレーシングゲームといったら何を思い浮かべますでしょうか。まあ、やはり一番有名なタイトルはマリオカート、マリオではないでしょうか。まあ、というわけで今日はこんなマリカーに関する都市伝説を紹介していこうと思うんですけども、まあ、マリカは1992年にスーパーファミコン用ゲームソフトで発売されてからたくさんのシリーズが出ていますよね。皆さん知っていますか？最近はマリカなんとスマホで遊べるようになっています。僕個人的な思い出で言うと DS の時のマリカの思い出がめちゃくちゃ強いですね。まあ、ある時、まあ、マリカ一人持ってたら、まあ、みんなマリカできたんですよ。その DS さえ持ってたらマリカー1本と DS あればとりあえず全員で遊べるよみたいな、まあヘイホーになるんでそんなに強くはないんですけど、まあ、それでも普通に、まあ、友達とわっしょいわっしょいっていうする分にはまあ楽しかったなっていう印象がありますね。まあ、そんなマリカーなんですけど実はパクられていた。まあ、これパクリというと、まあ、パッと思い浮かぶのは、まあ、やはりいろんなキャラクターがレーシングゲーム出してますよね。例えばクラッシュバンディクーのレーシングゲームだったりだとかチョコボレーシングだとか、まあ、あパクっとるわというような、まあ、雰囲気があるんですけど、これは、まあ、パクリではないですよね。まあ、キャラのレーシングゲームやでぐらいじゃないですか。ここが問題じゃないんですよ。今日はもっと闇が深い話をします。じゃあどこでパクられたかっていう話なんですけど、それが株式会社マリカー。この株式会社マリカーという会社、まあ、株式会社ポケモンのような感じなんですけども、実は任天堂非公式。えってなりますよね。え、マリカーっつったらマリオカートの略称やから関連会社でしょうと思うんですけど、全然関係がない会社なんですね。株式会社ポケモンは、まあ、ポケモンの、まあ、グッズとか商品とかを管理してる会社ですけど、じゃあこのマリカーとは任天堂と関係ないなら何をやってる会社なのっていうことなんですけど、東京とかにいる人は見たことあるんじゃないですかね。行動カート、まあ、これどういうことかっていうと、公道で、まあ、カートのような運転して、まあ、遊べるよみたいなね、貸し出しのレンタカーじゃないですけども、まあ、実際遊びのようなレジャーのような感覚で遊べるものがあるんですけど、公道カートだけだったらまだいいんですけど、まあ、その走っている道中に走っている中で皆さんマリオやルイージのコスプレをしているような人たちを見たことないでしょうか。まあ、まあたかも本当マリカーのようにやってる人たちですよね。まあ、実際都内でも渋谷とかを中心によく見かけるんですけど、あのサービス外国人を中心にめちゃくちゃ人気らしいんですね。まあ、確かに日本人っていうか、まあ日本の友達で乗ったことあるよっていう人はもうほぼ会ったことないですね。僕一人だけあります。まあ、ただもうほぼ外国人向けだって、まあ、その友達も他の人は外国人ばっかりだったみたいなことを言うてるんで、ほぼ観光客向けのビジネスをやってる会社と言えるでしょう。でこの株式会社マリカーなんですけど、まあ、行動カートをただやるすよりもやっぱマリカーのコスプレした方が売れるでしょうということで会社を始められたそうで、で実際まあかなりツイッターとかでもバズって、まあ、大人気になりましたよね。まあ、僕とかもまあ任天堂の関連会社がまた面白いことやってるなと思ってたんですけど、まあ、実はそうじゃなかったと。しかも勝手にこのマリカーっていう名前で商標を取ったらしいんですよね。で、まあ、天下の任天堂、まあ、特にね法務部がめちゃくちゃ強いって言われてるんですよ任天堂は。なのでこの株式会社マリカをガチで潰しに来ます。まずこのマリカーの商標を取り消すために、まあ、任天堂の法務部が動き出したんですよ。しかし特許庁がマリカーという商標を任天堂のものと認めることはできませんということで、まあ、取り消しは叶わなかったんですね。あれ任天堂法務部負けちゃうのって思って、もうこれかなり話題になったんですよ。あの最強の任天堂の法務部が負けたぞっていう風に世間はまあかなり騒がれてました。ただこれ皆さん続きあったの知ってますか。任天堂法務部ここで本当にガチでこの株式会社マリカーに対して潰しにかかるんですね。それで何をしたかというと裁判を起こしました。起こした裁判は許可なくマリオたちのコスチュームを貸し出ししていることから著作権法違反に当たると。そしてこの株式会社マリカーがやっていることは他のね会社に真似されないようにしていたそうで、それは不正競争防止法違反に当たるのではないかということで裁判が始まったんですね。見事その結果コスプレの貸し出しなどの禁止と1000万の損害賠償を勝ち取ることに成功しました。めちゃくちゃ怖いですね。ただ著作権法違反は認められなかったそうです。で、まあ、これでね、まあ、一件落着したのかなと、まあ、コスプレ貸し出しできなかったらこの会社も終わりでしょうと思ったんですけど、なんと任天堂まだ追撃をかけるんです。めちゃくちゃ怖いですね。
で、最終的にどうなったかっていうと、任天堂の営業上の利益を侵害するという判決になり、ついには1回目の裁判の時には認められなかった著作権法違反も認められて、2020年1月には株式会社マリカーに対して5000万円の損害賠償を勝ち取ることに成功しました。めちゃくちゃ完膚なきまでに叩き潰してますね。まるでスターを取ったマリオかのような強さです。で、普通だったらまあ引くだろうというところでも引かないこの任天堂本部、まだまだ伝説がありまして、その次の伝説がドンキー裁判。これは本当に相手が誰であろうと倍返しするぞという任天堂本部の強い姿勢が現れた事件なんです。まあ、ドンキーコングと言ったら、まあ、スマブラとかにも出てくるし、まあ、そもそもドンキーコングってかなり有名なゲームタイトルですよね。初登場は1981年、そっからはまあファミコンだったりだとか64、まあ、今もねいろんなゲームとして出ていますけど、そんなドンキーコング実は過去に訴えられたことがあるんですね。その相手がユニバーサル映画、そう、あのユニバーサルスタジオジャパンのユニバーサルから訴えられたんです。この世界的大企業からどういう訴えられ方をしたかというと、ドンキーコングはキングコングのパクリだとして訴えられました。キングコングといえば YouTube 上でもかなり騒がれているカジサックさんではなく、映画にもなった、まあ、めちゃくちゃでかいゴリラのキングコングのことなんです。まあ、これね、今の子たちはあんま見てないかもしれないんですけど、まあ、僕が子供の頃はよく金曜ロードショーとかでもやっていたイメージがあって、まあ、すごいでかいゴリラがいるんですよ。で、まあ、それがドンキーコングの元になったんじゃねえのということで、まあ、裁判が始まったんですね。で、まあ、ユニバーサル側の言い分としては、巨大なゴリラが人間を襲うというところは、まあ、ドンキーとちょっと似てるんじゃねみたいなことを言われたんですよ。で、ドンキーコングは1981年、キングコングは1933年が初めて出ているので、まあパクるには十分すぎる時間がありますよね。で、まあ、日本でも、まあ、かなりこのキングコングっていうのは人気だったので、まあ、だからこそドンキーコングでパクったんじゃないのっていうのがユニバーサル側の言い分でした。しかしこれは裁判が行われたのですが、結果盗作パクリとは認められなかったそうです。で、まあ普通やったら、あ、よかったーってね、なるじゃないですか。まあ実際、日本でも、まあ白い恋人っていう北海道のすごい有名なお菓子が、あのお笑いのね、吉本が、面白い恋人っていう、まあパッケージそのままのね、まあ名前だけちょっとだけ書いたようなね、まあギャグテイストの商品出して、お前それは販売したらあかんやろって白い恋人側がめちゃくちゃ怒った裁判があったんですけど、まあこれも結局和解とかになって、まあ無事解決したんですよ。まあ普通だったらここでね、あ、キングコングもドンキーコングも別物だからいいよねってなるんですけど、任天堂はねここからさらに攻めたんですよ。それが何をしたかっていうと、うちのドンキーコングの名誉を傷つけたなということで、逆にユニバーサル側に裁判を起こします。いや、もうめちゃくちゃ怖いですね。で、さらになんとこれ任天堂勝訴、つまり勝ってしまうんですよね。日本円にして約3億8000万円ほどの賠償請求に成功したそうです。すごすぎる。ちなみに、この時担当した弁護士さんが、ジョン・カービーさんというんですけど、かなり伝説になったそうで、今出ている、星のカービーシリーズの名前の元になった人物と言われております。つまり、カービーの、まあ、主人公ですよね。主人公クラスの名前をそっから取ったんだよっていうことがね、まあ、逸話として残ってますね。いやー、すごすぎますね。で、まあ、このカービィの説は、もう開発者の宮本茂さんが、キャラクターの名前候補リストの中にカービィがあって、弁護士と名前が同じ、面白半分で選んだそうですっていう話があるんですけど、まあ、これは、まあ、諸説あるんで、まあ、ちょっと眉唾ものですけどね。で、まあ、続いて、まあ、私の大好きなポケモンでも実は事件があって、まあ、それが何かっていうと、超能力者赤っ端事件。これどういうことかっていうと、ポケモン赤緑、もう最初からですよね。最初から出てくるポケモンの中に、ユンゲラっていうポケモンがいるんですよ。超能力エスパータイプで、で、まあ、スプーンを持っているポケモンなんですけど、まあ、このポケモン、ユリゲラーさんをモデルにしてるんじゃないかって言われてるんですね。ユンゲラ、ユリゲラという風に、まあ、名前も明らかに似てるし、で、さらにこのスプーンを持ってるっていう特徴がね、超能力者のユリゲラーさんは、スプーン曲げを得意にしてた超能力者で、まあ、僕たちの上の世代やったらね、まあ結構でも世界的に有名な超能力者やったんですよ。そんな、まあ、ユリゲラーさんはスプーン曲げが得意やったから、まあ、ユンゲラはユリゲラーをモデルにしてるだろうということをね、まあ、言われてたわけ で、初代ポケモンって結構明らかにモデルにしてるのがあって、例えばこのユンゲラーの進化前のケイシーとかは催眠術で病気を治したと言われている催眠術師がモデルになったって言われてるし、
このユンゲラの進化系のフーディンは脱出王の異名を持つ奇術師ハリー・フーディーニーがモデルになったとされてるんですね。他にもキックボクサーの沢村選手をモデルにした沢村だとか、プロボクサーの海老原博之さんをモデルにした海老原とか、まあ、結構この辺はねかなり有名なお話ですよね。ただ今回このユンゲラーがかなり問題になったことがあって、それがなんでかっていうと、ユンゲラーって、まあ、ポケモンカードとかでは、まあ、悪いユンゲラーとかいうカードがあったりして、結構ね、まあ、どっちかちょっとダーク寄りなポケモンに見られがち、ロケット弾が使いがちなポケモンに、まあ、見えてもおかしくなかったので、まあ、ちょっと悪い風なポケモンだよみたいなことが書かれたんですよ。でさらに、まあ、図鑑説明でも体から特別なアルファ波が出ていて、そばに近寄るだけで頭が痛くなってくるという風に、まあ、人間に対して害をなすポケモンだよみたいなことがねちょっと書かれてるんですよね。でこれを知ったユルゲラーさんは、おい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 、俺のやつ勝手に使うんやけど、そんな悪い風に書くなよと、これは名誉毀損だぜっつって、まあ、ユルゲラーは任天堂に対して訴えたんですね。あ、これは任天堂さすがに無理ちゃうかーってね、まあ、思うじゃないですか。だって実際モデルにした人物をちょっと悪く書いちゃってるんやから、これ良くないよねーって思うわけなんですよ。まあ、許可も取ってないわけやし、じゃあどうすると。で裁判の場で任天堂側の弁護士はこう言ったそうなんですよ。ユンゲラーは超能力でスプーンを曲げることができるキャラクターですが、もしモデルになっているなら今ここで超能力でスプーンを曲げてもらえませんか、というふうなことを言ったそうなんですよね。まあ、これかなり痛い一言ですよね。でこの結果見事任天堂側は勝利しました。はい、まあそういうことですよね。どんな状況でも必ず勝利の糸口を掴んでくるこの任天堂の法務部、本当に敵に回したくないです。ちなみにこのユリギラーさんの話、ちょっと余談なんですけど、皆さんは本当にスプーン曲げを超能力でやっていたと思いますか？まあ、これね、かなり僕たちも給食の時間とかに出てくるスプーンで無理やり力で曲げて超能力やとか言うてましたけど、そういうのではなく、本気で自分たちが知らない尋常なる力で曲げれたのか、ちょっと気になりません？それ、実は CIA も過去に調べたことがあるそうで、この CIA の極秘資料っていうのが2017年に公開されたんですよね。その資料によると、1973年に超能力者を集めた実験をしていて、ユリゲラーさんもそれに参加したそうなんです。でユリゲラーさんは窓のない密室に入り、隣の部屋では CIA 局員が辞書からランダムに選ばれた単語から連想した絵を描き、ユリゲラーさんは隣の部屋で描かれた絵を透視して同じ絵を描けるかという実験をしたらしいんですが、その結果ヒューズブドウの絵などを全く同じように描いて、鳥、ラクダの絵に対してはカモメ、馬の絵を描いたそうなんです。かなり高い精度でコピーできてますよね。もしこれが本当だとすると、ユリギラーさんは超能力を使えたけども、裁判の場などでは CIA に出さないように言われていたのかもしれません。つまり本当に超能力が使えた可能性がありますね。信じるか信じないかはあなた次第。それでは本日の鳥肌スコアは3億8000万、ジョン・カービィさんパナイ。本日の鳥肌ポイントは、超能力は実在する。 See you。 冠雪原には何十年かに一度姿を現す伝説の渡りポケモンがいますと。つまりこれ何十年かに一度来るっていうのは、何十年かに一度しか出ない木の実を食べに来てるんじゃないのかなって思うんですよね。